え、あれ？うかさん26？うか、26。え、今年26？うん。あー、早いよなって分かってんのに、うん、多分3年後も同じこと言ってると思う。そうですよね、マジで早かったとか言ってると思うんだ。説教部屋面白かったって、うん、久々に説教部屋したな。うん、確かに美味しい。お、ハンバーグ、ね、これめっちゃうまい。この桜みたいなやつ、うん、うまい。かりんちゃん2体じゃないの。なかなか黙ってるって、黙らせる2人って聞きました。そうそうそう、いつもね、ちょっと怖いんです、圧で。圧がすごいんです。うん、コールすごかったね、今日も、うん、ね、嬉しかった ね今日は盛り上がりすぎたの。なんか、いや、私たちも楽しかった、うん、本当に。新しい楽しみを感じて公園に来てくれる方が増えたら、うん、ね、嬉しいよね。なかなかその公園に来てくださいって話をしてたんです、さっき少年で。あ、そうなんや。まだ一度も来たことない方へアピール。どこが、どこが一番、確かにミカナ的に、うん、ポイント、公園の一番のポイント、N の、まあ、NMB の近い距離が、うんうん、確かに、それはそう、うん。なんか、あの、自分が、あの、自分の出てない公演を見学とかした時に、うん、毎回感動するんですよね、絶対。何回も見てても。確かに。だから絶対1回来たら絶対ね、楽しいと思います。ゆきのも見てるの。来た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 、みかんぬかいる。そうです、今日は4人でお送りしてます。新しい、はい、これブルー、ありがとう。めっちゃええ匂いするやん。お腹すいたよ。同じ糖付きなんです。お腹すいた。え、ちょっと待って。こういう日常会話をいつもしてるの。私らの配信で、うん、えー、美味しそう。豚肉食べたい。食べる？うん、ちょっと待ってね。珍しいそうね。そう、みかんなんです。本当にうかさんがいます。声、うん、出し解禁されてからメンバー生き生きしていた。いや、完全好きっしょ。本当に楽しい。楽しい。本当に楽しい。ね。16日も行くね。やってた。待ってる。本当に楽しいって。本当に楽しい。ね。本当に、うん、メンバーの絡みで一番好きなポイントどこ？うん、公園ね。絡みで一番好きなポイント、うんうん、いいの？いいよ。絡みで一番好きなポイント。2個目か、2個目か。ほな、これゆうかのや。ゆうかペア多くない？みかな多いですね、うん、こんにちは。ここのポイント好き。なんだろうな、かりんだったら。めっちゃ余ってたで。私のマジ、こういうと何があるの？ハンバーグと美味しそう。うん、狙ってる。ハンバーグ狙われてる。向こうのうかさんから。何でも食べたい。うん。なんか今の N は結構、あの、まあ出演メンバーも、え、まあ日によって変わったり、あのメンバーのさ、うん。あ、やばい、やばい。あ、唐揚げが4個もあったのに1個になりました。かりんのお弁当の前なやな。イエーイなの。いい話しようとしてんの、日本で。なんかではどうぞ。あの、昨日も、うん、今日も、うん、メンバー、まあ、2人は変わってるけども、うん、あのポジションも変更してるので、うん、見えるペアが変わってくるじゃないですか、うんうん、それだけでもメンバーの表情がまた変わるから、なんかそれも面白いなって思うポイントです、うん、確かに、うん、それはある。あんま広がらないこの話。え、誰がペアになってたら上がる、うん、え、上がる。え、なんか人によっても全然違います。今日みたいにウーカさんと、うん、カリンはセンターのポジションの人との絡み結構多いから、うん、ウーカさんだったらなんか、あの、うん、なんて言うんだろう、あの、お任せできる、なんか、なんて言うの。任せられてた、うん、なんかダンサブルの時のカリンの表情になる。
でも例えばあさかたんとかはるちゃんがセンターの時は自分の方が先輩なのでしっかりしなきゃって思う、うん、確かにどしっと構えとかなきゃ後ろでって思うから変わる。なぎささんの時はヘラヘラしちゃうなんか全部違う、4人とも違う表情にを出してくれる、し出そうとする自分も。ゆうかは、うん、ゆうちゃんが、うん、はるちゃんのポジションをするときに、うん、メロスの道で、うん、ペアになってこうやって最初のイントロでこうやって戦うシーンがあんねんけど、はいはいはい、ゆうちゃんがバリ本気でかかってくるから、ゆうかも本気で倒しに行ってる、うん、ここだけだから雰囲気違うよ、うん、やりやすい、ち喧嘩してる喧嘩が始まってます。でも今日ゆうか初めてコール再開して出たけど、うんね、なんかコジリンとも言ってたけど、うん、なんかみんなの一体感がすごかった、うんうん、こちらはやっぱり誰が歌ってるか見てみんなコールするから、うんまあ、ファンの人たちも、うん、あ今この子が歌ってる、うん、コジリンが歌ってるコジリンとか、うん、ゆうちゃんとか言うけど、うん、今までは結構本当に自分のみかな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 、そう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 、確かに確かに、みんな本当にだからあっちにいたらみんなこっち見てるみたいなとかも全然あって、それがこ、うんうん、きっとこの2年半の楽しみ方だったんですよ、うんうんうん、だけど久しぶりにこうファンの皆さんがメンバーみんなの声呼んであげようっていうこの気持ち、うん、前のめりになったこの気持ちがすごく嬉しかったです、うん、確かにね、確かに掛け合いもできたからね、むしろ一、うんうん、人のファンの人をなんかターゲットにして、お説教してましたけど、今日、ね、うん、楽しかったです。素敵なファンの方でしたね。いや本当にすごく乗ってくれて、心身のファンの方、本当に、うん、ありがとう心身のファンの方、うん、ブルーセブン、ありがとう、ブルーセブン、名前まで覚えられた、ブルーセブンありがとう、神に書いてた、ブルーセブンあの人なん？はい、そうなんよ、そうやったんや、皆さんこういった風にね、そうなんや、認知されるっていう可能性がございますので、皆さんもしよかったら劇場公演にぜひともお越しくださいませ。すごい、一気に今日4日目捕まる、本当に、なんか久しぶりの楽しみ方がまたね、うん、増えてね、なんかさ、めっちゃストレス発散になると思う、確かに、なんか自分じゃなく入れる、確かに確かに、うん、解放できるよ、まっすぐにね、うん、でもきっと次の日お仕事行って喉ガラガラだからびっくりされるんでしょうね、心配される何どうしたんだろう、でもさ、なんかさ、うん、めっちゃ喉枯れてるわみたいなのもさ、うん、まあ、昨日の公演楽しかったなって思い出すやん、うん、なんかこの喉の痛みで、それさえもなんか喜んでもらえたら嬉しいですね、うん、それさえも食べへん、ごま団子ちゃう、出張公演したい、あ、みたらし、あ、みたらしか、ん、みたらしか、そう、温めちゃったけど、出張公演行ったことあるっけ、ギリアあるんだっけ、ないですね、ないか、バクマーサーでもない、ないです、ないか、やっぱりもないんですよ、ヒューキーがいっぱい来てるって、かわいい、ショールームに、うーん、私の子たちはかわいいわ、そう、ヒューキーがまだ休憩生は、うん、ゆうちゃんのことしか知らんから、うん、ゆうちゃんに懐いてるだけで、うん、これから私たちがやめろ、いっぱいいっぱい可愛がって、やめろ、あ、いいな、それで、そっちにホイホイ行くんやったらもう知らんで、私知らんで、お勝手にやってくれって言うで、ホイホイって言い方なのポジリンが休憩の公演見に行きたいって、そう、リュウコも行きたい、もう一回見たい、ちゃんと、あと石田あかりさんも行きましたよ、ミカナが全然喋れなくなってる、自分らがずっと喋ってるから、うちらのめっちゃ喋るもんな、うん、え、休憩の公演を初日の時に配信で見てて、うん、見てくれてたよ、めっちゃいいですね、マジで言ってきてよ、ユニットの誰が、うん、どのユニットとかって誰が決めたんですか、私、うわ、全部私、完璧よな、褒めて、マジで完璧、本当にいいです、うん、曲もいいし、マジでいい、嬉しい、もう新芽とかも全部いいし、いや本当に、ね、バランスがいい、わかる、めっちゃ気持ちいい、見てて、いい、うん、よかったな、キウキ嬉しい、そうやって言ってもらえて、本当に本当に、ほんまに、私のセンターのやつは見てくれた、はい、
嘘つけ。まあ、たぞ。ゆうちゃん、セーラー。え、セーラーだっけ？セーラー、セーラー。うん。どうやった？すごかった。超楽しかった。1曲目でこういうのが見つけたんですけど、みんなはなんかちょっとこうぎこちない感じ。ゆみさんだけガチでそれ、ほんまにそれ、もうベテラン見に来てるから真ん中だけ違うかった、ずっとなんか動きが違う。一人だけなんかずっと壁があると思う、全部のくてて今世代交代させろやから壁をなくさないといけない。そう、ね、あーなるほど、そうそう、何枚かの壁をな、はいはい、何枚破った、だからこういう風なんですか。一枚じゃない、トトトトトンってるから。愉快愉快、建物1個は倒してそう。倒してる倒してる倒してる、一枚の壁とかじゃないで。おもろ。いつかあれ先輩メンバーだけでやりたいな。もちろん自分のメンバーは私が決めます。うん。でもなんか藤波さんにプロデュースされてみたい。うん、ああしたい、あしたいね。こじりん、え、この3人全員にされてみたい。全然違うと思う。あ、確かに確かに確かに、ミカナもミカナの中のね、うん、平成平成平成感平成ギャル、うん、平成ギャル、ミカナが描く絵とか、うん、文字とか、うん、イラストとか、色とかね、ドンピシャやからさ、確かに平成ギャル憧れてる世代、確かに、そう、なんかエモい、めっちゃ、これまたさ、最近ちょっとずつさ、服装とかもさ、あの時の時代の可愛かったよねって言って戻ってきてるじゃん、それはどう思うんですか。あ、でも、なんか今風のその平成だから、うん、また違うんですよね。なるほどね、うん、100% 戻ってきてるわけじゃないんだ。今風になんかちょっとアレンジされたデザインとかだから、うん、なんか言い方悪いですけど、もどきって感じ。あーなるほどね、確かにやっぱ神社としては、平成神社としてはちょっと悔しいところはあります。なるほどね、ですって。じゃあそれも踏まえてプロデュースしてもらったら、うん、どこまでなんかミカナカラーが出るの か、 確かに衣装とかの方がなんかやってほしい。やりたいです、もうやってほしいな、ミカナ公演面白そう。おい、みんな個性がバラバラ。まあそれを生かしたいですよね、でもね。うん、確かにね、あの結局真面目なんでこういう話に、ね、そうなんよ、結びついていっちゃうんで。真面目なんで。真面目なので。真面目なんで。真面目なんで。面白いやんだって。ね。アミタン見てんの？なんでなんで？待って待って、なんでなのね、アミタン。アミタン？待って。やばい。もうやめて、もう。ほんまのこと言われてしまった。可愛いね。まだ言うね。ありがとう。私の画面見て可愛いんで。違う違う。見えなくても可愛い、アミタン。こうやって見てるのかな。どう見てても可愛い。可愛い。確かにな。こう見てても可愛い。可愛い。トイレで見てても可愛い。トイレで見てても可愛い。ないですよ。ご飯食べながら見てても可愛い。求めてたそのコメント。アミちゃんずっとおるよって。可愛い。可愛い。もうご飯。でもね、でもね、ユージさんが声かけたりしたらね、ちゃんとね、なんか。ちょっとひるむんですよ。なのにこんなにユーミさんのこと実は好きな感じもすごく可愛い。可愛 い、 い。だから悔しい。そんなにユーミさんが好かれてるということが。なんでやねん。なんでやねん。ね、なんでやねん。逆になんでやねん。好かれてなかったよ。もう顔可哀想やん私。こんな尽くしてもね。うん、尽くしてんのにね。こんだけ確かに。だから愛の分愛が返ってきてるのがね、すごくいい関係性ですよ。嬉しいね。うん。ゆきのんもいるよって。ゆきのん、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 ちょっとやめてくれ。ゆきのんはうちるやんな。ゆきのんはうちるやんな。わかってる。この子もいます。あの誰だっけ、ゆかちゃん。ゆかちゃん。うん。みかなが好きやって。そうなの？そうやで。ゆかったん。喜怒哀楽。喜怒哀楽。めっちゃ可愛い。喜怒哀楽。可愛い。可愛い。嬉しい。可愛い。嬉しい。本当にね。おしめだれ、ゆきの。そん、キュウキで気になる子おる？いっぱいいますよ。おそう、いっぱいいる。あー、レイポンね。顔が合宿の時、トリコだったね。ナンパしました。ナンパしました。ナンパしました。イケてんな、イケてんなも好きです。あー、イケてんな、てんな、イケてんな、イケてんな、イケてんな、てんなのあのキャラがいいよね、なんか確かに。
うん、ゆかたんの、うん、なんかゆかたんも可愛いし、うん、でもなんか公演見てないからあのみんなの中身というか、うん、なんかあんまちゃんと分かれてない。うん、いけてんな。絶対悪いけてんな。いけてんな。あれはあのさ、うん、西田ほのかちゃん。うん。ほのぴ。うん。ほのぴレッスン場で見た時、うん、すごいなんか早く公演で見たいと思った。へえ。パフォーマンスが。パフォーマンスな。パフォーマンスうまいからなあの子。うまい。うん。面白いし。ね。うん。貪欲お笑いに。そうやね。めっちゃすごいよな。すごいあれさ、誰もできひんよな。なんかこんなにまだ加入して数ヶ月でキャラが立ってるのがすごい。うん、一人一人。いやすごいよ。ね、あとまなみちゃん。ああ。まなみん。うん。まなみん、まなみんのこともっと知りたい。ああ。めっちゃ可愛い。可愛い？うん、あのクールそうに見えて、うん、めちゃくちゃ可愛い。えほんまに合宿の時のさ、あの。ド S 女王みたいなさキャラがもう染みついてんねやんか、うん、だからこそほんまどういう子なんかなみたいな、一回変わってみ、なんかマジマジしめっちゃ緊張するんだよな、マジマジしてた、え、何言われてんの、人見知り少ない、確かに、そうなの、キュウキ人見知り少ないのかも、うーん、そうやの、喋り始めたら止まらないよ、目が乾燥してる今日さあの、うん、メロスの道で、うん、あのもっともっとコールしてほしいところがあった。お、どこですか、あの最後のサビでさメンバーがさこうやって一列に前の方でなるとこあるじゃないですか、あー、そうずっと私たちが無言でこうやってパンチし続けるところで置いてあるんかなと思ったから、うん、なくてよくめっちゃやりすぎてもう重力チンポし頭クラクラしただからみんな言ってください。確かにでもこうやってちょっとずつね見つかっていったらいいですよね、うん、確かに、うん、なんかユニットとかも多分ちょっと難しくて、人魚とかねちょっとね、人魚が難しい、人魚な、確かにコール難しい曲だもんね、あれも作った、コール勝手に、確かにちょっとずつ生まれていく気がするんだよな、埋まらせていきたい、埋めせていきたい、話したい、でも人魚はしっとり聴いときたいという気持ちもあるな、確かにあの美貌を、そう、ミカのミカのをずっとこうやってこうやって見ときたい迷っただって、その子、うん、あ、言うの、うんうん、あ、そうなんや、でも言いたくなるようなのを自分たちもできればね、うん、確かに、うん、宇宙人の時も私たちが、うん、おいって言ってたら言ってくれてた、うん、だから自分たちでも言っちゃえばいいかもしれへんな、うん、そうやな、確かにうかさんも求めてましたよね、誰が聞いてる宇宙人全然こんからんみたいな感じカリが後ろでって言ってたんですけど、そしたらふーって言ってくれましたね、みんな自分でもさこうやってさやりながらさ、うん、まあでもなんて言ったらいいかわからんよなと思って、まあまあ、でもなんか言ってくれるこの優しさがね、優しかった、本当にありがとうございます、本当に楽しかった。ん、昼方夕方ってガラストなんですか、え、そうなんだ、え、だからあれ色紙みんな書いたい、え、そうなの、え、ガチで終了すんの、終了、どこに入ってた、番組自体がってことですか、え、広がって終わっちゃうの、そんなこと一応聞いて、あ、次回ラスト、ええ、それは、そうだ、それは MC さんがとかじゃなくて、え、MC やと思ってた、私も、ええ、険しくなっちゃうよ、顔が、あ、ダメ、やばい、見たくないですよ、見たくないですよ、見方が平坦で言ってくれた、あ、言ってたな、確かに険しい顔見たくない、あ、そう、カニさんの険しい顔見たくない、非常に難しい、まあ、険しくなっちゃう , 笑顔でいて、笑っていて、ツイッターに書いて、え、番組自体だって、名前変えて戻ってくるとかってコメントあるけど、え、こんなさメンバーが知らないなんてことあんの、確かに、え、ショックなんだけど、めっちゃ、ね、悲しいねんけど、マジ16で終わりってこと、マジ、16、はあ、どうやん、え、16日のメンバーというか、どこに書いたの、しか書いてないで、どこに書いたの、そんなこと、え、ほんま今回がラストになりました、何やめし、え、めっちゃ、え、そんなさらっとさ、そんなさらっとなん軽く書きすぎて普通にさ見逃しちゃいそう、うん、え、これしか書いてないで、でも、え、
昼型夕型 NAB は今回のラストとなります。どういうことどういうこと、うん、今回がラストとなります。どういうことそれは、えどういうこと、仕事が足りてないとかじゃなくて、うん、みんなもえほんまに最終回ってえリニューアルとかじゃなくてってほんまほんまよ、みんななんでえ最終回なのって書いてる。出たい、え出たかった、出たかった、うん、誰が出るんですか。アミタン出るやん。せやねん、アミタン、うん、客席のほうかな、もう。おい、いやもうそれもよ、キューキューの中でアミタンしか出てない。分かってるね、アミタン。アミタンが緊張しちゃうやん。確かに。最後私たちを連れて行きなさい。うあのサポートとしてもうアミタンをここにしてもう周り囲む。余計萎縮しちゃうから。余計何も喋れへんくなっちゃうから。そうなのこれ本当に。え夕方にエビって最後なんですか。終わるんですか。終わるんですか。本当に、そんなさらっとあれするんですね。こんなメンバーも知らないなんてことあるの。ええショック、え本当に悲しい。リニューアル、あーあ配信してるんですけど、さよならじゃないけどリニューアル、なるほどね、なるほどね、まあまあ一旦、ね、まあまあ一旦一旦一旦でも聞こえてくる。まあ一旦ね、一旦ね。まあじゃあみんなで、ね、あの胸を撫で下ろしましょう。あーもうでもやっぱりずっとなんてないの、うん、やっぱり永遠なんてことは当たり前ってことか、うん、よく言うけど、うん、なんかで、ね、終わったり、うん、なんか失った瞬間に気づくことがやっぱ多いじゃないですか、うん、何事も、ね、今劇場公演とか特にそれを私たちは痛感していて、うん、そうでもその度にやっぱ悔しいし頑張んなきゃって思うし、うん、だからこそなんか今日のファンの皆さんのあの熱量は本当になんか全部を吹っ飛ばしてくれた、うん、それはそう頑張ろうって思えた、うん、一緒に作り上げてくれたよね、うん、楽しい公演を、いや本当に楽しかった、その気持ちを持って昼型夕型も、うん、まあ、長年続いたからねこの昼型も夕型も、うんうん、夕方で MC した芸人はみんな羽ばたいていってるし、ええことやんって。そうです ね、私たちも羽ばたいていけるように見送るだけだったので今までずっと本当に、はい、そのための一歩に今回そのラストっていうのもね、うん、なったらいいなって思うので、うんうん、はいって思います。いやひとまずね、まあ胸を撫で下ろしましたけど、だからまああっさりとね、そうかもしれない、そうだそうだ、そう信じて、じゃあ、うん、皆さんぜひ見に行っていただけたらと思います。あ違う、アミタンじゃない、服のアミちゃんや。ああアミアミが多いし、も最近さ同じ名前が多すぎて、アミのアミちゃんはアミというニックネーム、アミかもですね。あだからか、うん、アミタンはアミタンか、もうちょっと分からない。夜型確かに、うん、夜型は終わんないのか、あの書き方的に分かんないですね、ちょっと私たちも、うん、まあ、やっぱり、まあ、一回一回を大切にしていきます。そうだね、はい、ではちょっといろんなもいろいろ起きましたけれども、はい、この辺で終わりましょうか。終わりましょう、はい、じゃあランキング発表していきます。ランキング見ます。ランキングありがとうございました。13位かぶった、みんなで言おうか、13位、何々って、13位、かなぴさん、ありがとうございます。12位、かえるちゃん、聞こえてるかも、確かに。11位、みほんちゃん。10位、ともすけさん、あともすけ。9位、ひよこちゃん、ひよこさん。8位、さいちゃん。7位、たかゆきさん。6位、ゆっきー。5位、ジュニアさん。4位、かんなちゃん。3位、さいきつさん。2位、まーぼう。1位、りょうたろくん、ありがとう。皆さん本当にありがとうございました。またね、またね、16日に会いましょう。バイバイ。